ょっと近く寄ってもらっていい？これ、なんだと思いますか？たまにザンビアでこうやって道端にこの黒いのがね、落ちてるんですけど、はい。ここでクエスチョン。これは一体何でしょうか？それでは正解です。これ、髪の毛に見えますよね。これ本物の髪の毛じゃなくて偽物の髪の毛です。ザンビアの女性の人のカツラがなんで道端に落ちてるのかはわからないですけど、ブチって切れて落ちてそのまんまっていうのがよく見られます。はい。今ですね、市場に来ておりますが、まあいろいろなものが売られているんですが、ここで問題です、今私の目の前にあるこの売り物、さてこれは一体何でしょうか？ Thinking time。 Excuse me. では正解です。What is this? A caterpillar. A caterpillar. Caterpillar ということで、英語でキャタピラー、これだから芋虫ですね。芋虫をカラッと揚げたやつですね。Can I try to test? Yeah. No problem. じゃあちょっと食べてみようと思います。はい、あのね、スカスカカッパエビセンをスカスカにした感じですね。ナイスではないですね。まあ食べて食べれなくはないですけど、2匹目食べたいわけではないです。これ1枚50円でしたけど、これ何が50円かというとですね、ここは削って、番号が出てくるんですけど、この番号を携帯電話で入力すると、何分間か通話ができるっていう、まあ、システムですね。このシークレット番号みたいなのをここで売ってるっていうことですね。What is this? Cassava. 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 日本語では多分キャッサバって呼ばれるやつですね。お芋みたいなやつです。じゃあ、50円。One piece, okay. Keep change. じゃあ。ちょっと一口食べてみたいと思います。なんかね、さつまいもの甘みを全部抜いた感じですね。食べてて食べれなくはないですけど、ちょっともういいかなっていうお味にはなってます。 Thank you very much。
ready? Yeah!